こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、今回もまたシェリーをご紹介したいと思います。私が、シェリーを皆さんにお勧めしたい理由は大きく2つ。まず1つは美味しいからです。そしてもう1つは、このシェリーというお酒がなければ今のような美味しいウイスキーを飲むことが難しかったからです。ウイスキーは蒸留したては琥珀色をしていません。このように透明なんです。これニューポットと言ったりしますね。はい。全くまだまだこうアルコール。美味しい蒸留所のニューポットはそれだけでも要するに美味しさというものをある程度感じるのですが、まだまだウイスキーにはなっていません。これが琥珀色になっていくには、そして熟成していくには、この樽が不可欠なんです。ウイスキーを作り始めた頃は、熟成させるということは全く思いもつかず、この出来たての透明な荒々しいウイスキーのいわゆる赤ちゃんみたいな状態で飲んでいました。それがある、理由によって、樽で熟成させるということが偶然に生まれたのです。お酒というのはいつの時代も、税金とか戦争とかにこう揉まれて、やってきてくれます。当時も、とても理解できないような高い税金がお酒にかけられるようになり、仕方なく当時身近にあったシェリーというワインの空き樽にこの出来たてのウイスキーを詰めて隠しておいたのです。ところが何年か経ってそのウイスキーを飲んでみますと、今まであったようなトゲしさ、アルコールのビリビリ感もなく、まろやかになってとっても香りも芳醇となり美味しいウイスキーになっていたのです。ですから私はウイスキー好きな方々にはぜひともこのシェリーを飲んでいただきたい。前回も何種類かシェリーご紹介しましたが、今日ご紹介したのはこちら、モスカテル、いわゆるマスカットのことです。シェリーの原料はブドウです。ブドウの中でもこのモスカテルはマスカットというブドウの品種から作られています。そう聞いただけでなんか飲みやすそうに思えませんか？それを半分干して、天日で干して、干しぶどうのような状態にして、作っていくわけです。そして、樽に寝かせます。シェリーも樽で熟成させます。そういたしますと、このような、こう、いろんな、同じモスカテルでも銘柄によって違いますが、このように、栗色から、もうマホガニーと言ってもいいような、とてもこう、濃い色合いになってまいります。これがどんな味わいかと言いますと、香りはいいですね。甘すぎなくて、ほんの、どちらかというとちょっとドライめの中でも品のいい甘さと、それから、バランスのいい蜂蜜入りのような、蜂蜜が入ったような、またちょっとレモンティーのような感じもします。モスカテルの特徴ですね。ちょっとね、レモンティーっぽさ感じます。とっても美味しいんです。ぜひ、どこかで出会ったら、ぜひ召し上がっていただきたい。また、最近ウイスキーにハマっているという方は、ぜひいろんなシェリーを召し上がっていただきたいと思います。